自分の国を一番に考えられない政治家は日本には必要ありませんよね。そうだ。ところで時局、時事ネタになりますが、テレビ新聞でロシアのプロパガンダがどうのこうのと言ってますよね。テレビ新聞だってウクライナのプロパガンダばかりですね。インターネットではウクライナのネオナチがウクライナ人を虐殺してそれをロシアのせいにしているといういわゆるロシア側の情報ですか、出てますよね。ゼレンスキーの国会配信演説はありましたが、プーチンの配信演説なんてのもやらなきゃダメじゃないでしょうか。偏向報道ってやつですよね。大東亜戦線の時もそうでしたよね。世論を煽って日本に無理な戦争をさせたのは朝日新聞です。全く反省ありませんね。こうなれば中国のウイグル人弾圧なんてのも怪しいもんになっちゃうんじゃないですか。テレビ新聞と違うことを言うと陰謀論だと言われる風潮ですが、テレビ新聞こそ利権絡みの陰謀論者です。皆さん、このロシア・ウクライナ問題、どこか遠くの国でやってるスポーツ観戦気分ですか。しかしバカな日本政府は戦う備えもないくせに我々国民を巻き添えにロシアに喧嘩を売りやがった。そもそもあいつら東ヨーロッパ、旧ソビエトの複雑な歴史、イデオロギー、風土風習、理解できているのでしょうか。なぜわからないのに首突っ込んでますか。どうせアメリカに言われて経済制裁だの自衛隊派兵検討だのやってるだけなんですよ。そうだ。だいたい東ヨーロッパなんてずっと揉めてるのに、なんで今回だけクローズアップしますか。コロナもうええやろ、そういうことですか。コロナもうええやろと、つまりアメリカはコロナではこれ以上儲からないので、ワクチンなんかモデルナとかファイザーとかアメリカ製ばかりですよね。また武器売って稼ごうなんて腹ではないでしょうか。それとも自民党の対米従属憲法改悪が目的でしょうか。そのような理由でクソな日本政府は首を突っ込み、欧米と一緒にロシアに経済制裁。こんなもん日本人にとって何のメリットもないどころか、我々国民の生活生命を危険にさらすだけなのであります。ウクライナを支援するとか難民受け入れるとか言っていますが、日本に難民を受け入れるシステムはありません。きっと飼い殺しのようになるか、犯罪やトラブルのもとになり、彼ら向けのパフォーマンス、ただの偽善です。ウクライナ大使館が義援金募っていますよね。寄付したらダメですよ。なぜかウクライナはその金でアメリカから武器を買い、汚いユダヤの軍需産業が儲かることになります。現在もイスラエルが中東で石油侵略をしていますよね。あなたの善意のつもりの寄付がパレスチナの子供たちをさらに苦しめることになります。寄付はアメリカ、イスラエルと仲良しのウクライナではなく、するなら国境なき医師団とかにしてください。岸田のバカが経済制裁に加わると、我々国民市民の税金から5兆円持っていきましたよね、インドに。バカじゃないでしょうか。加えて経済制裁は火に油です。そして日本には何のメリットもないどころか、ロシアから逆制裁を食らっています。先の大東亜戦線では我が国日本も経済制裁を受け、戦争の渦に飲み込まれていったのです。日本人は歴史から何を学んだのか。これが曲がりなりにもインチキでも平和憲法を持つ国のやることでしょうか。そんなんだから自由人権平和愛平等、政治家に言われても全く響かないのであります。そうだ。私はもはや戦後日本の国家には何も期待していません。どこに美しい日本がありますか。田舎の神社とか、それは我々の脳内ビジョンだけじゃないですか。私はそれを形にしたい。皆さんとそこに行きたい。最後に補足して、左翼の人は何やってますか。革命で忘れてヘイトスピーチ監視とか、我々の揚げ足取りする暇があったら、もっとアメリカ、イスラエル、自民党や維新の会に抗議したらどうですか。議席を取ることに必死なだけの野党もだらしなくないですか。重信房子よろしく、パレスチナの救援とか行かなくていいんですか。これだけいろんな情報出回っていて、それでもウクライナだけを一方的に応援しているようなやつは、イラクに大量破壊兵器がなかったことを知らないのか。
ことだ。そういうやつは未だにコロナをエボラ並みに恐れているのか、アメリカが正義だと信じているのか。違うだろう。お前は騙されたふりをしているだけなんだろう。鎖を引きちぎれ、飼い主を噛み殺せ。私からの訴えは以上になります。ご清聴ありがとうございます。偏向報道ってやつですよね。さっきの大東亜政権の時もそうでしたよね。世論を煽って日本に無理な戦争させたのは朝日新聞です。全く反省ありませんよね。こうなれば中国のウイグル人弾圧なんても怪しくなっちゃいますよね。テレビ新聞と違うことを言うと陰謀論だと言われる風潮ですが、テレビ新聞こそ利権絡みの陰謀論者です。皆さん、このロシアウクライナ問題、どこか遠くの国でやってるスポーツ観戦気分ですか。しかしバカな日本政府は戦う備えもないくせに我々国民を巻き添えにロシアに喧嘩売りやがった。そもそもあいつらに東ヨーロッパ旧ソビエトの複雑な歴史イデオロギー風土風習理解できているのでしょうか。なぜわからないのに首突っ込んでますか。どうせアメリカに言われて経済制裁だの自衛隊派兵検討だのやっているだけなんですよ。まき散らす土地のウクライナの住民にシェルターを作るんです。その場合はシェルターの下に避難させてロシア兵が来たところを来たらまき散らそうと脅かすんだよ。そしたらロシア兵は入ってこれね。逆にああウクライナ恐ろしいぜ、ウクライナっていうことは怖いよな、ゼレンスキーは行かれてるぜ。まあ撤退しますよ。しかし必ずまた攻めてくる。それでいいのかと。そうさせないためには狂気を見せつけるしかないじゃねえか。ウクライナも抵抗じゃねえんだよ、暴力を見せつけるんだよ、ウクライナ人が。そうしないと永久に代理戦争のままだ、代理戦争の場所のままだ。そうだろう。じゃあ暴力とは何か。我々も、我々超国家主義民族の使命は実は暴力によって政権の転覆を考えています。では暴力は何か。人を殴ることが、それは無暴力だよな。じゃあミサイルを撃つことは、銃を撃つことか、それも暴力だよな。戦争も暴力だよな。しかしそれは暴力の一種、あくまでも暴力の一部分でしかないんだよ。人をぶん殴ることはこれは腕力だよな。ミサイルを撃つこと、機関銃を撃つこと、これは武力だ。すべて暴力だ。じゃあその他に何がある。暴力は言葉の暴力はあるじゃないかよ。金の暴力もある。いろんな暴力がある。我々はここにいる朝鮮活動、つまり言葉の暴力、暴言によって世の中を変えてやろうという集団であります。ないバカなことを言っている。世界中バカにしてんじゃないですか、うん、戦争もできないような国が平和に貢献できんのかよ、うん、核も持たないような弱い国家がどうして世界を変えることができるんでしょうか。皆さんスーツみたいなね、綺麗事を言っている政治家なんと今後消え去る存在だということを我々が証明してやるよ。これから戦乱のそういう時代が起こるわけであります。今こそ戦闘的な国民は我々のもとに集結し新しい世界を作ろうじゃありませんか。